どうも、マスターザイです。今日は新しい仮面ライダーのガンバライジングチョコウエハースが売ってたので買ってきました。仮面ライダーバトルガンバライジングガシャッと変身チョコウエハース。というわけでね、今回、仮面ライダーのガンバライジングなんですけども、仮面ライダーが変わりましたね。幽霊からゲームに変わりましたね。はい、まあアメトーク見てたからね、あの新しい仮面ライダーがどういうものかっていうのはね、ちょこっと知ってたんですけどね。エグゼイドね、はい、どうやらね、表紙のやつはレベル2ですね。はい、フラッシーみたいな形のやつではないという。はい、もう何話ぐらい進んでるんですかね。あの僕はあんまり基本朝はね寝てる人間なので、はい、仮面ライダー見てないんですけどね。はい、まあ色合い的にはなんかね、あのディケイドっぽいですよね。はい、ピンクでね。ラインナップの方は全部で12種類です。基本仮面ライダーエグゼイドシリーズですかね。違うね、仮面ライダーはですね、ゴーストとスペクター、ネクロム、あと仮面ライダー1号、うん、仮面ライダー1号だけはね知ってるね、うん、っていう感じでね、あとは全部エグゼイドに出てくる仮面ライダーっぽいですね。じゃあ早速開けますかね。はい、それではガンバライジングカードオープン。はい、なんだこれは。お、キラですね一応キラキラ光ってます。パラレルなのかな、うん。出てきたのが仮面ライダースナイプ、シューティングゲーマーレベル2です。皆さんの中でね、仮面ライダーのゲームやっているぞという方ですね、ぜひチョコウエハースの方買ってみてはどうでしょう。カードがおまけでついてきます。それじゃあまた会いましょう。バイバーイ。